深海エソカは、姫目望遠魚アモクに所属する魚類の分類群の一つ。深海エソ南深海エソの一族二種が知られ、いずれも定性性の深海魚である。深海エソカは二種のみからなる小さなグループで、世界中の熱帯から温帯にかけての深海に幅広く分布する。特に水深1000メートル以上の全深層、深海層に多く生息し、 深海エソビーモリスは、水深4900メートルでの観察例がある。一方の南深海エソビーフェロックスは、水深600から3500メートルの範囲から知られるが、日本近海からの報告例はない。ほとんどの時間を、査定の海底で静止して過ごす、魚食性の低制魚で、近づいた魚を鋭い犬歯状の歯で捕食し、大きさに関わらず飲み下す。 捕食時以外はほとんどを遊泳することがなく、海底から50センチメートル以上離れることは、稀と考えられている。姫めに所属する他の深海魚と同じく私有胴体で、私魚は浅い海で、浮遊生活をするとみられる。強く立て平たした平べったい頭部と細長い体を持ち、体長は最大で78センチメートルに達する。上顎は長く、 眼下の後端を大きく超える。側線周囲の鱗は大きい。肝臓は非常に大きく、脂質に富み、捕食機会の少ない深海の環境において、重要なエネルギー貯蔵機関として機能するとみられる。おのおののヒレは軟条のみで構成されトゲ状を持たず、背びれ、尻びれ、胸びれ、腹肝のヒレ状は、それぞれ15から18本、11から14本、15から17本8本。 深海エソビーモレスのみ油ビレを持つ。エラ上骨は8から13本。南深海エソ。本種は、油ビレを書く深海エソ科には一属二種が記載される。本科はかつてエソ科に含められていたが、共有派生形質の詳細な解析によって、エソ科よりもむしろ望遠魚科と密接な関係にあることが示されている。ありがとうございます。